悲しんではいけない。私を縛り続けた、その言葉。生まれたばかりの妹が死んだあの日、私が母から教わった言葉。なぜ、私の胸に込み上げているこの感情を否定しなければならない理由は何？悲しんではいけない。その言葉が死者のためではなく、まだ生きている私たちのために作られた言葉であるように思えて、私は気持ちが悪かった。死を、こんなにも悲しいと感じるこの心を隠すことが本当に死者のためなのだろうか。私はそのことを知りたいと思った。この国に幾巴という役割が生まれた。両親はそれになることを私に勧めた。私もそれでいいと思った。そうすれば送るものと送られるもの、互いの本当の感情を知ることができると思ったから。しかし、幾巴として生きる日々は、結局、私の疑問を、いたずらに深めていくだけだった。悲しみに縛られ、うつしおに未練を残す、多くの死者たちと、私は出会ってきた。それなのに、送る者たちは、悲しんではいけないという。まるで死者の言葉に耳を塞ぐように、嘆きに気づかぬふりをするように。悲しんではいけない、意味のないその言葉は呪詛となって私の心を蝕んでいった。両親が死んだ時、私は悲しむことをしなかった。彼らの言いつけを必死に守ったというわけではない。私にとって、それは見せしめの意味があった。悲しみをこらえ送るのではなく、悲しむことさえせずに送る。かけがえのないはずの存在によってもたらされるその状況が、死者にどのような感情をもたらすのか、知りたくもあった。このような考えをしている自分が、とても愚かで、醜い生き物のようにも感じられた。結局、死者となった両親を最後まで見届けたのは私だった。彼らは魔物になり果て、迷い人を襲うようになった。私は、そんな彼らを哀れみを持って撃った。幾巴を続けるほどに、私の心は疲れていった。悲しみたいと願う自分を知った。ただ、悲しみを持って死を送りたかった。どうしたら。そして、
私は一人結論を出した。私が私の死を悲しむ。たくさんの悲しみから目を背けてきた私が最後に私の死を悲しむのだ。きっとこれは私がこの世界に残す遺言であり復讐だ。私は自ら命を絶った。その時私はどんな顔をしていただろう。悲しい顔をしていただろうか。